グロースバルシュタットは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に、属す、マチソン。グロースバルシュタットのメインストリートグロースバルシュタットは、バイエリシェ・ウンターマイン地区に位置する。この町は、グロースバルシュタット集落単独で構成される。1803年の世俗化まで、マインツ選定工領,領の一部であったグロースバルシュタットは、 この年に新たに創設されたアシャフフェンブルク公領に編入されたが、同公領は1814年にバイエルン王国領に移された。町域内の人口は1970年3011人、1987年3345人、2005年4091人であった。グロースバルシュタットの町役場町長はローランとエッピヒである。 彼は2008年にライホルトケーラーの後任としてこの職に就いた。TB1888 グロースバルシュタットはバイエルンにおけるハンドボールブンデスリーガの先駆者である。このクラブは1978年に初めて同リーグのドイツチャンピオンになった。最大の雇用主は約1000人の従業員を要するチバビジョンである。この会社はコンタクトレンズと そのケア用品の研究、開発、製造、商品化を行っている。グロースバルシュタットは、フランケン赤ワイン遊歩道沿いに位置する。ありがとうございます。